ようございます、本日はタックの社労士全国公開模試を受けたのでその報告をしたいと思います。寝起きで髪の毛もボサボサ状態です。今までの模試の日よりもちょっと今日はゆっくりめに起きることができました。朝ごはんは今日はオイコスとバナナを食べます。最近オイコスハマってるんですけど、あのブルーベリーとイチゴとパインの中でパインが一番好きです。日によって食べる味を変えています。今回はいつもの模試よりもなんでゆっくりめに起きれたかというと、タックの模試を申し込んだ時点で結構申し込み締め切りギリギリだったんですね。なのであの1回目のタックの模試は会場受験の枠が空いてたんですけど、今回の公開模試の枠はですね、家の近くの範囲で行ける会場がどこも空いてなくて、なので仕方なく自宅受験を選びました。私は今回初めて社労士試験を受けるんですけれども、模試というものが存在するっていうことを知ったのがそもそも5月ぐらいだったかな。誰かの YouTube を通してそういうのがあるんだっていうことに気づいて、で最初にまずレックを申し込んだんですけど、そのレックの1回目受けたぐらいで確かタックもあるんだっていうことを知って、そこでさらに申し込んだみたいな感じだったので、本当に申し込むのが遅くてですね、あまりやりたくはなかったんですけど、今回仕方なく自宅受験となりました。自宅受験だからどんな格好でもいいんですけど、なんか気分的に着替えました。そしてこちらが、マークシートと問題の用紙、そして回答解説の冊子が入った封筒です。自宅受験の場合はこんな感じで届くんやってちょっと勉強になりました。届いたのは試験予定日の3日前ぐらいかなに届きました。さあ開けていきます。ちょっと上より横のスペースの方が広かったので横から切っていくという斬新な方法で開封します。オープン。封筒の中には回答解説の冊子と受験の注意事項が書いた紙、返送の干し方を書いた紙、そして返送用封筒と問題の冊子が2冊入っていました。問題の冊子は今回はピンクと水色、私の好きな色ですね。どちらも可愛い。前回がオレンジと黄緑だったんですけど、タックはカラフルですね。すごくちょっとでもカラフルの方が若干テンション上がるのでいいですね。すごく好きな組み合わせの色です。それではまずは選択式80分から用意スタート。自宅受験のいいところは開始時間を自由に決められるところですね。本来の試験なら10時半からのスタートなので、まだこの時間は始まっていないんですけども、1時間ぐらい早く始めることができました。いやー、今回の選択式めっちゃ難しかったな。全然わからんかった。38分残して終了です。疲れた。なんか集中力がやっぱり会場とは違う感じというか緩んじゃう。あんまり集中力が持たないです。ちょっと昼間休憩長めにとって午後からまた頑張りたいと思います。さて、休憩して魔の3時間半がやってまいりました。いやー、本当に午後からの3時間半はきついんですよね。ちょっと眠たすぎてうとうとしてしまったんですけれども、ここからまた択一式210分頑張りたいと思います。いやー、自宅受験は一人でやるからこそ自分との戦いって感じですね。サボりたい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 って思うけど、ここはぐっとこらえてやっていきます。よーいスタート。いやー、こっちもねすごく難しかった。本当にもうわけわからん。ほんで集中できひんからもう上の空って感じで自宅受験嫌いやー。なんとか耐え難きを耐え3時間
走り切りました。疲れた。はあ。そして手応えが全くないんだが、つらーい。早速間髪入れずに自己採点をしていこうと思います。まずは選択式の結果からです。これは2点以下だとアウトなんですけれども、まずローキアンへ2点。いきなりまた前回の中間模試と同様2点を取ってしまいました。そしてローサイが4点、雇用がこちらも2点。初めて足切りにかかってしまいました。最悪だ。そしてロー1、なんと1点。初の1点ということで、もうテンション激なえ。シャイチは安定の2点。あー、足切り祭りですね今回。そして健康保険が4点、いつも4点と変わらないですね。厚生年金が4点、そして国民年金も4点ということで、合計点が23点。過去最低の記録を叩き出してしまいました。いやー、足切り4科目引っかかるとはめちゃめちゃ最悪ですね。悲しい。ここまで頑張ってきたのに、ここに来てガクンと成績が落ちました。次に択一式の結果です。こちらは3点以下を取ると足切りに引っかかってしまうんですけれども、ローキアンへ4点、ギリギリ。そしてローサイ徴収3点、こちらも初めて足切りにかかってしまいました。雇用徴収も2点、これは前回のタックの中間と一緒の、また足切りにかかってしまいました。そしてロー1社1が6点、健康保険が8点、厚生年金が6点、国民年金が8点、合計が37点ということで、正答率が 52.9% となりました。今までかかったことないところで足切りにかかったりして、択一式も今までで一番最悪な結果となりました。あー、ショック。なんかね、ここまで順調に勉強進んできたなと思ったけど、ここに来て第一壁ぶち当たり期です。そして最近なんかマンネリ化してきて、勉強のモチベーションも全然上がらなくて、もう本当になんかどん底ずん底って感じ。はぁ、あと2回の模試でどうなるか、もう本当にやばいな。ちょっとテキストが全然読み込みができてないので、ここからはちょっとまあ問題演習もしつつ、でもテキストももう一度ちゃんと振り返りながら、基礎固めをもう一度しっかりとしていこうと思います。はあ、なんかやんだからジムのランニングマシンで爆走してきます。ではまた次回の模試も、報告します。皆さん今日もここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。